7番セカンド江越、2軍戦で外野手江越大我がプロ初の2塁で出場。内野手不足の状況で内野手同士単野をハム、清宮をいたり江越をいたりなにしてんねや。メジャーで初めて内野を守った日本人綿渕壮だったことを思い出した。これで阿部や立浪に対抗したつもりか。江越は大和になれるんや。清宮よりはうまいかもしれん。一軍に内野手大量に持ってきすぎてる上にみんなそこそこ使えるからなかなか落とせず、覚醒した覚醒したって阪神煽ってたのに2軍におるんかよ。びっくりしたけど2軍か。まあこれで案外2塁守備うまいってなって1軍でも使われたりしたら面白い。千葉の鎌ヶ谷に札幌エスコンだから親子ゲームできないのマイナスだよな。2軍で緊急ポジションを守ってもクビになるかもしれないのは悲しいよな。江越がこれって考えると素人はこれより打てないんだな。若手使いながら3位争いすればフロントも満足だろうに、新庄ラストだから好き放題やってるせいで2軍やばいんだよな。ご視聴ありがとうございました。